おはようございます、こんにちは、こんばんは、とめよです。ドラゴンクエストビルダーズ2実況始めていきたいと思います。ね、前回はモンゾーラ無事クリアということでね、空っぽ島に戻るところからやっていきたいと思います。こんな感じでビルダーズなんとかっていうやつ、ビルダーズパズルかやってる時に探し、こういうのも見つけてゲットしました。袋に入れておきます。そしたらみんな行くよ、船乗りに行きますよ。船着き場に行きましょう。よーろろ合わない。よし、飛ぶ。久しぶり船長。うはー、ポメヨさん、シドウさん、ちょうど探しに行こうと思ってたとこでやつ、ひょっとしてこの方たちが一緒に空っぽ島を開拓する仲間でやすか。はい、船長さん、これからお世話になります。いやはや、ずいぶん集めたもんでやすな。すごいでやすよ、ポメヨさん。さあ、ルルさんも待ってるでやす。みんなで空っぽ島に帰るとしやしょう。帰ろう帰ろう。ワンワン、ワーン。ワンコ、ワンコが来た。あ、プネヤさん、皆さんも行かれるのですね。どうかお見送りさせてください。来たみんな。案外残る人多いね。こうやって見ると。お姉様、改めてにはなりますが、今まで本当にありがとうございました。これからの島のことはどうか我々に任せてください。この世殿に向けぬものづくりをしていきます。もっと、住むとこ綺麗にしててね。人任せ。ワンワンワン。リズ、ポネヤ様とシドウ様の言いつけをよく聞いて、わがままを言ってはダメよ。何言ってるの、お姉ちゃん。私がポネヤとシドウの面倒見に行くんじゃない。リズ、しっかりしてるからな。ドアハハ。りょうまいろうぞ、ポネヤ。早くお主の島を見せてくれ。いいよ。皆さん、さよなら。きっとまた遊びに来てください。どうかどうかお元気で。元気でね、みんなも。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。船に乗って。バイバイ。みんなバイバイ。お見送りしてくれてる、ジャンプして。かくしてモンゾーラでの冒険は終わりを告げた。ポネヤとシドウは新たな仲間と共にルルたちの待つ空っぽ島へと帰っていった。なんかハートがいきなり出てきた。何のハートだろう、あれは。伸び伸びしてる。保管用の袋の持ち物を受け取った。何持ってたかな。ポネヤ、シドウ。あ、ルル久しぶり。どこから来る。あ、来た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 。ルル来た。お帰りなさい。やっと帰ってきたのね。ルル待ってたんだから。それでこの島を緑で豊かにする方法は見つかった？もしかしてこの人たちがそのための仲間なの？ルルさんですね。私たちモンゾーラという島から来ました。今日からここでお世話になります。うひょー、ここが噂の空っぽ島すか。なんだかワクワクするっす。それで大丈夫だったか、ルル。白人のやつに変な真似されなかったか。ちゃんとシドが心配してるルルのこと。うふふ、あのおじいちゃん、いざとなると頼りになるの。おかげでルル、島のことに詳しくなったわ。ドアハハ、噂の白い大きい槌殿なら、まずはその御人に挨拶をせねばなるまい。何よ、このヒゲは。随分とおさんくさいヒゲだけど。やっぱヒゲがついてるとおさんくさく見えるのかな。もっとポネヤさん、うっかり忘れてたりやす。なんだい？おう、なんか出した。これはポストってやつです、やす。こいつがありゃ他の島から手紙が届くかもしれないんですよ。おう、お姉ちゃんから手紙届くかもね、そしたら。うわ、素敵じゃない。きっとモンドラのお姉ちゃんがお手紙送ってくれるわ。一緒の発想だった、リズ。ポストに手紙が届いたら、ポネヤさんにお知らせするでやす。楽しみにしてるでやすよ。お知らせしてくれるんだ。では、ポネヤ、山頂にいるという白地の殿のところに一言挨拶に行かせてくれ。みんなで飛ぼう。なかなか上手に合わせられないんだけど。頂上にワープします。あ、
ハート置きっぱなしだったよ今ねえ。ハート白地久しぶり、びっくりついてる。フォッフォッフォ、よくぞ戻ったポナよ。共に物を作る仲間を集めてきたのじゃな。そうだよ、結構頑張ったでしょ。私たちモンゾーラという島から来ました。今日からこの島に住ませてください。ポナヨさんと物を作ってこの島を一緒に開拓していきます。どうかよろしくお願いしますね。ほほほほい、イエイイエイ。うむうむ、なかなか元気な娘さんではないか。歓迎するぞい。ではポナヨよ、まず彼らの住む場所を確保し、この島に家を作ってはどうじゃ。家を作る、家とか後でいいし、私たち島に着いたら何を作ろうかって船の中でずっと相談してたんだ。俺たちもビルダーナス、空っぽの島にすごいものを作りたくて仕方ないんすよ。すごいな、ものづくりの溢れてる。なんとお主たちもビルダーとな。ううわしは嬉しいぞい。空っぽ島にこんなにもビルダーがたくさん集まったでしょ。ビルダー、それにしてもこの島思ってたより地面が荒れてるね。まずは土をきれいにしたらどうかな。ミミズの出番だね。それ名案ね。緑にあふれた土地があれば食べ物だってたくさん作れるわ。フォッフォッフォ、それならおあつらえ向きの場所がある。その名も緑の開拓地じゃ。ポナヨヨ、島の北東にあるとある石板がある。まずはみんなでそこに行ってみてくれ。ほう、あっちの方。なんならほれ、そこの崖からピョンと飛んでみるがよい。お主が装備しておる風のマントがあればみんな一緒に飛べるはずじゃぞい。わあ、飛んでいくの。やった。もっと大切なことを伝え忘れておったわい。小さなメダルを持っているじゃろ。そんなお主にはメダル交換機能を開放してやる。やった。メダルが交換 したい時には X ボタンで わしにアクセス。やってみよう。お主小さなメダルに興味があるようだな。そうだよ、だってビルダパズルやったもん。お宝と交換する。イエーイ、10枚。黒縁メガネ、盾ごとのレシピ、にぎわ町の楽譜。リボンだって。リボンだって。リボンは何？リボンは何ってかよくわかんないけど、何するためのメガネと。まあいいや。フォフォフォ、それがお主がゲットした初めてのアクセサリーじゃな。ドレッサーを使えば見た目おしゃれに変えられる。あんな格好もこんな格好もできるぞい。ドレッサーか、ふんふん、一つあったはずじゃぞい。ほんと、変えたい変えたい。どこだ緑、こっちの方向だね。さあ行くみんな。じゃーん、すごいすごいすごい、広い、こんなに広かったんだ。あそこだって。なんかあれだな、すんごい山がいっぱいあるね。こんなとこ開拓できんのかな私。ちょっとっていうかだいぶ心配。相変わらずダメージを受けるように落ちちゃう。どうしたんだろう。これが白地が言ってやがった石板か。何も書かれていないが、フォッフォッフォ、これは古のビルダーが残したものづくりの意思じゃ。ビルダーだったらお主が考え、頭に浮かんだものがこの石板に刻まれるはず。この空っぽ島を開拓し、ものづくりで満たすために何を作るべきか、お主なら考えつくのではないか。目標が刻まれた石板をもとに、みんなでこの地を開拓していくのじゃ。おー、あれなんだね、このどういう風にするとかっていうのが出るから、開拓しやすいってことかな。そこのおねえねさんが言ってたけど、このカラカラでみそばらしい土地をまずは素敵な大地にしたいわね。そうよ、みんなが住むところを後回しっていうなら、この島の景色を作ればいいんじゃないかしら。島の景色、島の景色、なんと水と草木に囲まれて穏やかな村の風景が浮かんだ。おん、おん、なんか書いてる書いてる。ヤッホー、連動してるのその本と、その緑の石板は。しょ、
どうした？川を作ろう、草原を作ろう、森を作ろう。また難しそうな。ミミズンと一緒に大きな森を作らなくては。木材必要なんだ。わはは、川作りに草原作り、そして森作りか。これは何とも作りがいがありそうだ。このやったら少し見ないうちに随分成長したのね。言っては見たけど本当に作る気なんて。景色を作るっていうのを考えたこともない発想でした。さすがポネ屋さん、そしてルルさんです。この場所を緑で満たすとか、モンザラから来た俺たちにぴったりのもの作りっすよ。本当だね、頑張って緑いっぱい増やしたもんね。住むところはみんなで川や森を作ってる間にささっと作ってくれちゃえばいいもんね。作らないよポネよ、今こそ我が輩たちがモンゾロから持ってきたたくさんの素材を浮かす時だな。ドレッサーはドレッサー、ドーン。私たちが選び抜いた素材入ってるよ。オッケー、見よう。モンゾロって島で何があったの？いろいろあったんだ。ヒヒーンだって。ほんと仲いいね、二人。だけどルルもみんなを見てたらやる気が出てきちゃった。この島をみんなで開拓していきましょう。えいえい、おー、開拓スタート。こんな川を作るならちょうどいい場所があるわよ。こんなやつ、シドウが帰ってきた時のために島のこといろいろ調べておいたんだから。フォッフォッフォ。ではルルに従い、まずは川作りから始めると良いじゃろ。石板に触れたお主ならいつでもここにワープできよう。広いこの島ではワープを生かすことじゃ。ではわしは川と草原と森の完成を待っておる。出来上がったら神殿まで来るがよい。なるほど、川作りから始めていきましょう。高台が見える、うん、あそこで川を作るととってもいい感じになると思うわ。川なんかあっという間にできちゃうんだから。本当、高台に川だと。お主は何を考えてる。川は地面を流れるものであろう。もうルーさんに考えがあるみたいです。とにかく高台に行ってみましょう。誰が先に着くか競争ですよこのやつシドはついてきてだって。あ、なんかいろいろ入ってる。あ、種いっぱい入ってる。よかったよかった。ルルびっくりつけて。どう、ポネ、素敵な眺めでしょ。おー、綺麗だね。なかなか緑一切ないけど、うん、うん。どうした。おー、あそこのあたり昔川が流れて干上がっちゃった場所だと思うの。ここから水を流せば一気に水が広がってまた大きな川になるはずよ。なるほどね。まさかルルさん、この島の景色ごとポネ屋さんに作ってもらう気なんすか。それってすごい発想ね。お家は料理作りをしのぐ、そんな大それた発想なかったわ。だけど問題はどうやってここから水を流すかよ。バケツで少しずつ流すわけにもいかないし。いいアイテムがあるんだよルル。いいアイテムがあります。ルルさんって発想がすごく壮大ですね。水を流す方法心配してましたけど、あれを使えば、そう、乾きの壺ですよ。モンゾラの水が入ってるはずですから、その壺でここから水を流せます。この場所にたっぷり水をまけばきっと下まで水が広がっていきますよ。水が広がる。あっちに様子を見てくる。どっか行ったね、ドルトン。敵倒せんのかな、出てきた敵とか。だけど敵出てくるんだね、そういえば。うん、綺麗な水で、おい、綺麗な水のはず。ここに流すの？えい、流したよ。わあ、何よその嘘、汚い壺。あっという間に水をまけたじゃない。ルルもびっくり。見てください、この屋さん、水が広がって。おお、すごい滝ができた。
綺麗に滝ができたね。すごいす、滝ができたんですね。これでルルさんの言う通り水が流れ、寄宿ごと作れそうっす。いいね、いいね。我が輩の周りにも水が流れてきてる。こんなにも広い範囲に水をまけるとは。すごいね。うん。ここは川作りの出発点になりましたね。やはりすごい。あれだけの水を一気に流せるのなら簡単にできるであろう。うん。立派な川になりそうですよ。あなたたちもついてきて、行こう行こう。すごい。断崖絶壁を降りていってる。みんな降りるんでしょ、だけど。みんな降りるんでしょ。私は飛ぶよ。すごい速度で。ああ。よし。遅いじゃない。遅いって言われた。俺は物が作れない。適当にこの辺りブラブラしてる。指導は敵倒してて。お願いします。川だけじゃなく草原と森も作らなきゃだね。モンゾラの緑再びって感じ。緑といえばミミズよね。私とミミズとジバコ姉ちゃんで草原と森作りを担当するわ。うふ、任せたわよリズ。それじゃあルルとチャコポンペとおひげは川作りを担当するわね。ドワッハッハ、それがよい。景色をまるまる作るなど、我が輩は年がいもなく興奮してきたぞ。興奮してる。どこに、ほんほん。この辺りに水をまいてください。OK。誘導してもらって、とにかく川を完成させようか、そしたら。で、ここまでか。ここまでが水。川っぽくなったんじゃない？だいぶいい感じに水を流せたじゃないか。うん、やっぱり水がある景色って素敵。なかなか悪くない川になったわね。ポナイルル、ポナエト指導を待ってる間ずっと考えていたの。どんなルル王国を作るかって。水がいっぱい欲しい。素敵な王国を作っていきましょう。まずそれ喧嘩するよ。ほらほら、指導帝国だって言ってるでしょ。指導会でも作ってもらいなさい。ルル強い。まったく。まあまあ喧嘩するでない。どうだ、ここ間を取って和解をとするドルトン王国を作るの絶対却下だわ。お前は黙ってやがれ。言われてやんの。壺さばきで以外に水が負けたわ。川もなかなかいい感じよ。それにしてもその壺、薄汚いけど面白い壺ね。どうやって手に入れたの？マギールさんにもらったの。うん、聞かせてあげるよ。まだ満足しないの？おう、わかった。満足してくれるかと思ったけど、あ、ポストに手紙が届いたって。ルーのダイオンガ作りはまだ始まったばかり。もっと顔を大きくしましょう。そうなの。どうしたらいいかわかんないよね。邪魔な土砂で埋まってるだけ。へぇ。土砂を壊して向こうまで川伸ばす。さすが指導さん。うんうん、あるもの、何を持ってきたの？何を持ってきた？お、収納箱。すごいな。みんなやるな。そう、自発的に。さ、ミミズン？次は緑だって。そろそろ島に緑も作っていこう。キャハハ、どこにいる？あ、来た来た来た。草原作り始める感じだ。いよいよ私たちの出番ってわけだね。このために私たちバコ姉ちゃんでこれを作っておいたの。おお、草原団子。素材を取るために壺に手突っ込んだ時はマジ無理って思ったけど、人間やればできるね。モンゾラの時みたいに草原団子を置けば、調味水の僕はそこ草原にするよ。うん、オッケー。どこ？二人誘導してちょうだい。ここに書いてあるね。ほい、頑張れミミズ。おーおお、すごい、シド破壊してる。おー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 おおおおお、シドが掘ってる掘ってる。すごいすごい、さすがだな。うん、早いな。
みんなすごい仕事が早い。スライムいるけど、えい、ほい、できていってる、できていってる。同時進行だ、同時進行。おお、ミミズ出てきた。ほほほ、あれ壊されることないかな、指導たちに。そんなことはない。ここがおすすめって感じ。ほい、うん、うん、すごい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 、できてきた、できてきた。だんだんここの、ここの隙間気になる。ここの隙間気になる。キャハハ、どうした、いい感じじゃん。イケてる草原ができたね。綺麗な緑があると島の印象も変わってくるわね。草原作りにもセンス的なものが問われるからさ、あとあんたに任せる。あの、私センスないんです。私センスがないの。草原団子あったかな、あったかな、ないねー、ないよあれだ。作業台さっきのところか、持ってきとこうか、こっちにね。じゃあここら辺に置いてと。あ、ご飯食べよう、ご飯作る。お、なんかしてる。おお、作業台グレードアップ、モンゾーラで学んだレシピが作れるようになった。おお、やったー。ほっほっほ、空っぽ島作業台見事にグレードアップできたようじゃな。その空っぽ島作業台は今までお主が使ってきた作業台とは少しばかり違っての。ほう、ビルダーハートを使うことで新しいものをひらめける作業台なのば。へえ、じゃあハート集めとかなきゃだね。なるほどなるほど。こういうのか、ビルダーハートで交換しようって書いてる。なるほどなるほど、わかった。そしたら草原団子あと7ぐらいいるな。いつ終わるかな、あの子たちの作業は。この辺置く？この辺置く？範囲が分かんないな。ざっとでいいか。広そうなところに。あ、少ない。この上置いて、この上にしよう。そしたら雑だな。まあまあいいってことよ。雑だけど、よいしょ。おい、こんなもんでいいんじゃないんだろうか。ミミズ、あとはよろしく。そろそろ川の方はどうなってるだろう。すごいな、流しとくか。流しとくかって出て勝手に流す。これ壊していいのかな。あ、壊した。これも壊してよさそう。あ、どこどこに行った、どこ。あ、ほうほうほう、えいえいえい、指導、助けて助けてくれ。ミミミミミズン、あの今戦ってるの、ちょっと空気読んでください。ちょっと
ちょっとめちゃめちゃ綺麗な感じ、なんかその綺麗に浸れる BGM じゃないんだよ。もう今作ったところにもう次の話かよ。緑が増えればそこいたら食べられちゃうよあなた。うねうね緑を作ろうね、イエーイ。草原を作ろう、達成。それはいいとして、それはいいとして、ポッポッポポの矢付き場に記された開拓レシピの一つを達成したようじゃな。開拓レシピを達成すると小さなメダルが生まれる。ほうほうほう、やった。じゃあいっぱい達成させなきゃダメだね。頑張ろう。ふう、ではさらばじゃ、バイバイ。えい、えいえい。あとはどこにいる？あっちにいる。めっちゃルール？ルール行かないで。ちょっと、もうやっとやっつけた。ふう、ルールが逃げるから時間かかっちゃったじゃん。ミミズなんかさっきびっくり出してたね。そうでもない？あ、びっくり出してチェックがついてる。ミミズどこ？あっちだ。ミミミーン、ポナヤが草原団子を置いてくれたおかげでうまく草原作れたよ。やっぱり生活するには緑がないと心がすさんじゃもん。森を作っていこうね。また声かけるよ。川作り今度やって、だってびっくり出たじゃん。うん、今度はこれを作っておいたのポナヤにあげる。森林団子、森林団子、わーい、欲しかった餌だ。これ地面に置けばあたりを森にできるよ。ジンバッコ大森林って名付けよう。リズフォレスト、リズフォレストいいね、リズフォレスト。壊せない岩の上に置いてもダメなんだ。土か乾いた土の上に置いてね。ほんほん、ゴマス分作ってみよう。どの辺がいいかな。ここ、これ壊しとこうか。この辺とこの辺とこの辺と、あと2個はいるのか。森林団子どうやって作るんだろう。腐った死体がいる。いるんだ。ごマス分も作れるかな。ここのスライム寝てるところに置いとこう。ビッ。でかなり広くなったじゃないこれで。ミミズどんなもん作業進行具合は。うん、向こうが先に声かかった。水を流して川にするために遮っていた地面をぶっ壊したぜ。うん、自分がビルダーだって身に染みて感じました。チャコちゃんもやってたのか。そらそっか。うん、もう次なる段階。ルル、はい、ルル、これで川が開通できそうね。そうであろう、見たか我が輩たちのビルダーブリアン。ほんまやで。見た見た、認めてあげる。上からだな。上から、ルル。畑の担当大臣にしてください。皆さんの胃袋を支えたいんです。それは決定だね、ちゃこちゃん。お前は浜辺でも桃貝でも食ってろよ。面白い。ルルさんと指導さんってなんだかんだ仲良さそうっすよね。なんか焼けるっす。そうなの？川や草原、それに豊かな森も必要です。みんなで引き続き島を水と緑でいっぱいにしていきましょう。イエーイ。達成。
それじゃあこの川の続きを作っていきましょう。もっともっと広くて大きな川にするの。うん、誘導お願いします。 OK。 どこに撒くのかな。ここに撒いてほしい。撒くよ。わあ、泥になった。泥水だ。おっと、ここ、ここ、この汚い水、どうやら地面に泥があったみたいっす。取っといてよ、そしたら。また、うん。泥水になっちゃうじゃん。あ、泥水になっちゃった。なんだ、ミミズ。どうした、何があった。あ、完成したし、みんなご、森で。すごい、こうやって見たら全然まだまだまだちょっとだね。ちょっとしかない。もっと緑いっぱいにしたいな。うん、あれ放題だったし、まあ、こんな風になるなんて偉いぞ、このミミズ。ミミズは本当有能だな。もメインモン役女、僕、超耳使いの超物だね。やったね、ポネ。これで石板に書かれた草原作りと森作り終わったみたいだよ。あとはじゃあ川を作るだけか。白地来た。小さなメダル。ヤッホー。来た。バイバイ。バイバイ。ドヒャー。ここで間に挟んできたね。そう、ドロドロ、まだ若干残ってるけどね。ぶっ壊す。オッケー、綺麗さっぱり。手伝ってくれてもいいじゃん。やっぱりいろんなところやっちゃうな。ドッヒャー。ハート出てきた。うん、ポンペリバーだって。ナチュラルに自分の名前つけてる。ポンペメ。何か食べてるっすか。うん、何食べたいの。何食べたい。私ね、お肉食べたい。組んでこうか。こうしたらいいっていうことだね。ここか。えい、流れろ。よし。倒す。このあたりに水をまいて。これでさらに川が大きくなったぞ。もっともっと広く、うん、池もできそう。へえ、さあ壊してくれ。ま、私も手伝う。へえ、行っちゃうの。俺はそろそろやばい感じする。どうした、ポンペ。何が我慢できない。倒す。どうして腹が減るんですかね。俺腹が減ってもう限界っす。ごめんね、住むとこもちゃんとやってないからね。
ほほほ、白地来た。この島の近くに素材島と呼ばれる小さな島が、モンザラに恵みがもたらされることで何か変化が起きているかもしれん。どうじゃこのや指導、素材島に調査に行ってきてくれんか。かつての素材島には鶏がおったはずじゃ。仲間にできれば卵をもらえるかもしれん。おお、いいねいいね。素材島に行って新しいものを見つけて、頑張って頑張って。了解。お、ミミズに話しちゃおう。荒れ放題だったからっぽ島についに緑の森を作ってくれたね。作れたねか。ありがとうぽね。この空っぽ島にもまたブランコを作ってくれると嬉しいな。僕餌があればいくらでも緑を作るよ。もっと大きな草原や森を作っていこう。このや、この島もモンゾロの時みたいにまだまだ緑でいっぱいにしていこうね。かわいい。ミミズンかわいい。ミミインポネよ。草原作りと森林作り終わったけど、川作りがまだ残ってるみたいだよ。ルルやチャコに話を聞いて、川作りもどんどん進めてね。なんか、一つの動画一回で全部できるかなと思ったけど、できそうにもないので、一回ここで終わりたいと思います。ということで、ドラゴンクエストビルダーズ2ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽのやでした。バイバーイ。シドがずーっとこっち見てんの。そんなに熱い視線を送ってきてどうしたんだい。